小淵山観音院の円空仏祭です。観音院の円空仏が帰ってきました。いつもは大宮の歴史と民族の博物館で保存しています。そして年に一度観音院に里帰りしています。円空は全国を歩き12万体の仏像を残したと言われています。円空仏の多くは手のひらに収まるくらいの小さなものが多いです。特に初期のものは小さな仏像が多いです。観音院の仏像は大きくて、聖観世音菩薩は162センチもあります。なぜ7体も観音院にあるのでしょうか。私の想像になりますが、小淵山観音院は僧たちにとって重要な場所だったのかもしれません。この寺は数少ない山伏の寺です。円空自身も修験僧です。円空ならずともこの小淵山観音院は僧たちにとって重要な場所になっていたのだと思います。それはお寺の随所からも伺えます。三門の仁王像、当時を伺い知る八重間、84枚もの花天井、立派な木花の獅子、本尊の伝説、これを見る限り僧たちにとってはこの場所は大切な場所です。それで円空は7体もの仏像を残したのでしょう。これはあくまでも私の推測です。なぜ円空仏が7体もあるのか、あくまでも私の想像です。2026年の日の絵馬の年は60年に一度の本尊の御開帳があります。何でも本尊を見た者は目が見えなくなるそうです。そういう言い伝えがあります。60年に一度の御開帳と伝説とが相まって本尊を見た人はいません。